はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃい。ませってことで続き始めていきましょう。アサシンクリードバルハラ。ということで皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。3年ぐらいね、実況させていただいておりますがね、病気でちょっと半年ほどプレイできない時期もございました。現在もその症状が続いておりまして、2022年の11月の頭でございますが、まだ苦労している途中でございます。ただこの動画投稿されるのは2023年の11月のね、末ぐらいになってるので、その時にはちょっとどうなってるかわかりませんが、病気ね、治ってしっかりね、リハビリもね、できていればいいなと思っております。2022年の間にね、チャンネル登録者数1000名目指していたんですが、現在2022年の段階では180名ね、登録していただいております。実況でね、3年続けてこれぐらいかっていうふうに思われるかもしれないですけど、本当にね、皆さんの温かいサポートをいただけておりましてね、非常に嬉しく思っております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートをね、して、チャンネル登録でしていただけると嬉しく思っております。Hello, everyone. My name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、続きやっていきましょう。はい、ということで、今回ノルウェーに戻るというね、話になったので、ノルウェーに戻っていきましょうか。まあ、ついにこの時が来たってね、なんかね、変なこと言ってるね、シグルドさんがいまして、まあ、彼がね、ノルウェーに帰りたいと言ってるので、ノルウェーに帰っていきましょうか。ノルウェーに帰るのはどうやって帰るんだったっけな。高速移動できたはずなんだけど、ノルウェーはアトラスマップか。じゃあ、ノルウェーに行きましょうか。ってことは、ノルウェーの同盟地点があと2つぐらいありそうだね。ノルウェー広いからな。でも、1個か2個ぐらいしか街なかったから、あ、どうだろう。もっといっぱい、いっぱいあんのかな。確かにイングランドはさ、一回ちょっとバイキングにね、多分侵略された時があったっぽいんで、多分その時の歴史を、今ね、体現してるっていう感じでしょうね。ただイングランドの歴史自体はね、一応2000年ぐらいはあるらしいんで、結構長いんですよね、イングランドってね。アメリカとかさ、全然短いじゃないですか。ね、おそらく200年とかそれぐらいですかね、アメリカってね。それと比べたら全然イングランド、イギリスの方が歴史が長いという感じですよね。リーガ・フィルケ。ホルダ・フィルケってこっちか。全然遠いし。リーガ・フィルケに帰ってきただけか。先に船着き場で待ってるぞって言ってたけど、これってもしかして、シグルドと一緒に船着き場に行かなきゃいけなかったパターンか。あ、しまったな。はい、じゃあイングランドに帰りましょう。向こうのね、ノルウェーの船着き場かと思ったら、イングランドの方の船着き場っぽいですね。朝栗のバルハラはね、結構大変だけど、まあ、でも頑張って続けてるって感じはしますね。あのね、オリジンズと、オリジンズがね、一番ね、シンプルだったかな。オデッセイちょっとね、きつかった。戦闘がめちゃくちゃ大変で、オデッセイは。課金ありきっていう風に言われてるゲームだから、かなり難易度高かったですね。もうね、傭兵がね、死ぬほど襲ってくるんで、街歩いててもね、傭兵が鬱陶しくてね、全然、街の探索とかもうまくできなかったっていうのはオデッセイの思い出ですかね。ただストーリーはね、すごい面白かったね。一気にね、終盤駆け抜けていった記憶がございますね。でね、こっちのバルハラに関してはね、章がね、細かく分断されてて、いろんな細かい章をやってんだけど、大きなさ、一つの流れが見えてこないから、なんかね、何をしてるんだろうっていう感じになってるかな。どっちかっていうと。オデッセイの時は、ギリシャの時はすごいね、大きなね、一つの本流がね、終盤に差し掛かるにつれて、しっかり固まっていってたんで、よかったんですけど、オデッセイはね、バルハラはね、まだね、流れが全然見えてこない。50時間経ってんだけど、今。50時間経ってようやくさ、こっから流れが見えるとかになったらさ、ちょっともう、無理かもって思っちゃうな。
ロードされないんだけど。ちょ、勘弁して。頼むよ、アサシン。走れ、走れ。オッケー。さあ、そしたら、船着き場に行こっか。すぐ近くでしょう。さあ、選手たちがみんな帰ってきておりますが。シグルドはここにいるか？シグルド、行こうか、ヘイボル。ノルウェーへ。そして、その先へ。行こうか。行こう、ノルウェーに。よし、いいぞ、先導しろ。二人で行くの？また移動かよ。いやー、本当にね、だからここでもし、もう二段落くらいね、同盟地点がノルウェーの中であるんだったら、ありそうだよね、あと二つぐらいはね。さっきの上の地方と西の地方、北の地方と西の地方と二つぐらいありそうだよね。ちょっときついかな。戦死者の館、ホルダ・フィリケ編開始。ほとんど変わってないはずなのに、見たこともない場所に感じる。異国で過ごした時間はほんの数年なのに、不思議なものだ。しかもバカみたいに寒い。こんなものだったか。いやー、その寒さが嫌でね、出てきたんでしょう。明らかにさ、厳しいよね。話に切り替えようか。海の主人はいないか。俺が若い時の話だ。念のため言っとくが、俺には何の教訓も意味もないからな。何もないのかよ。でも親父はよくアバルズネス東部の森へ狩りに連れて行ってくれた。俺は親父と静かな時間を過ごすのが好きだった。今やハーラル美髪王の王国だ。山もフィヨルドも何もかも、言葉にするのも考えるのも辛い。父上は奴の哀れな道化だしな。あっさり服従して自分で進んで道化になった。哀れなんて言うな。あの裏切りのおかげで何ヶ月も本当に眠れなかった。父上に罰が下るようずっと願ってたよ。生き恥さらしていいぞ。娘どん、いぼれを糾弾したって始まらん。いや、俺と同じように苦渋を舐めるべきだ。征服者の飼い犬になり下がり、手にするはずの栄光を逃したのだと理解すべきだ。あいつと話したいのか。ああ、面と向かってな。現実を見せつけてやる。あ、そういう、そういうあれなのか。俺は一人で獣を倒したことがなく、それに不満を抱いていたことを親父は見抜いている。ちょっと歌にしよう、歌にしようか。まあ、今回の目標は、だからシグルトのお父さんがね、まあ、この二人の部族の、まあ、オサをやってたんですよね。で、ただ美髪王ハーラル、まあ、ハーラルさんって人が、ノルウェーを統一するっていう話にね、乗っかっちゃったんですよね。そっちのお父さんがね、本当はシグルドが後を継いで、シグルドがまあ、ノルウェーというか、アルネクスタッツは景気がいいな。父上がいるってのに。本当に行くのか。言うべきことを言うだけだ。なじられるかもしれないぞ。だから望むところだ。年で声が出なくなってるかもしれないがな。それか、我らの輝かしい逸話で魂に火がつくかもしれない。そうなったら燃え尽きるまで煽ってやるよ。おい、ちょっと待て。ここで停泊だ。そう、そのお父さんがあっさりちょっと同盟結んじゃって、本当はそのシグルドがそのね、後を継いで。父上がいる場所は昼間は酒場で、夜はみすぼらしい板の上か。そうだ、酒場を調べてみるか。おい、近くに一軒あったな。客が不幸に浸る虚しい穴蔵だ。じゃあそうだ、手ぶらだがいいのか。土産の一つもない。ネズミが土産を気にするか。あってもせいぜい匂いを嗅ぐだけだ。兄上は前向きだ。酒場どこだ。あたりをしろ。どっちか。
本当はシグルトが後を継いで、シグルトの、まあ、国というか、そういうとこがね生まれるはずだったのに、それをないがしろにしてしまった親父のことをちょっとシグルトは憎んでいると、そういった感じですよね。あ、ああ、いらっしゃい。さあ、どうぞゆっくり見てくれ。さあ、なんか変わってるかな。最高の材料を使ってるんだ。ニッケルが売られるようになってんな。あ、炭素も売られるようになってる。あ、チタンも売られるようになってる。あれ、チタンってこんなに安いの？チタン買ってもいいかな。チタンがだって、いるんだよね、確かね。常に持っておくべきだな。安くない？チタン。5個買っとこっか、そしたら。もう大盤振る舞いだぞ。うん、それはなかなかいいぞ。あ、武器防具はダメだな。遠い国の品だ。全然変わらないね。髪型とかはちょっと増えてるかもね。まあ、アイテムは変わらないよ、基本。そろそろ行くとしよう。じゃあ。うん。ちょっとね、体調が連続取りしてる影響で優れていないということもあって、途中でちょっと終わっちゃうかもしれないけど、今回はね。そっちか。あ、向こうっぽいね。そう、だから父を憎んでるんですよね。ずっといるわね。日の出から日没までずっと座って核廃を見つめてる。ほんと、親父か。でもエイボルの親父ではないんですよね。シグルドの親父なんでね。エイボルの親父はもう殺されちゃってるんで。もう帰ろう。父上。シグルド。息子よ、エイボルも。オーディンのお恵みだ。もっとよく顔を見せてくれ。待て、それ以上近づくな。なんということだ。それはどうした。もう傷は癒えたのか。見た目よりはずっといい。本当だ。ああ、これは乾杯すべきだな。長く寒い旅路をしたのだろう。飲んで血を温めろ。飲んだり騒いだりするために来たんじゃない。偉大だった男の落ちぶれようを見に来たんだ。どうするつもりだ。ハーラル王に戦を仕掛けるのか、王冠が望みか、さらなる混乱を生むのが望みなのか。的外れだな、老いぼれ。こんな凍りついた田舎に興味あるわけないだろう。イングランドには王がひしめいているという噂を聞いた。だからお前たちもここへ戻ってくる気がしていた。王になる夢などとうに捨てたよ。そんなことよりもっと大きな目的ができたんでな。俺が戻った理由はただ一つ、別れを告げるため。そしてあんたの大失敗に感謝するためだ。失敗だと。父として、王として、男として失敗した。おかげで俺は本当の自分を見つけた。お前が言う失敗、ハーラル王への忠誠は私の置かれた状況では唯一の理にかなった道だったのだ。決定権はあんたにあった。あんたは息子の未来を奪った。落ちぶれたものだな。いや、決定権はあんたにあったよ。あんたには王冠を譲る権利があった。民の安全を考え、できる限りのことをしたんだろう。ハーラルの軍勢が迫る中、我らに抵抗する力がないことは明らかだった。まとまりはなく弱かった。その上息子はいつも不在だ。彼方の血を略奪しているばかりで、王族たる者の義務には無関心だった。ハーラルに忠誠を誓う以外に何ができた。彼には野心とそれを支える軍隊があったのだ。不在だと。俺は王の息子として振る舞っただけだ。富を手に入れ、勝利をもたらし、あんたの名を挙げた。シグルド、コンスタンティノープルで名を挙げても無意味だ。ここにいてほしかった。この恥知らずの泣き言を聞いたか。
安らぎを生み出してくれ。あんたは腰抜けだ。信頼してくれればよかった。信頼してくれればよかった。ハーラルに屈するつもりだったならそう言えばよかった。そうすれば腹綿を抜かれた豚みたいな無様な姿も見ずに済んだら。お前の言う通りだ。真実を告げずにいたことは悔やまれる。だが自分の行いを謝罪するつもりはない。ならもうあんたに言うことはない。シグルド、私はこの称号と土地と民をお前に譲ることだけ考えて生きていた。お前が生まれてからずっとだ。だが叶わぬ夢だった。時が経つにつれ避けられない真実が次々と浮かび上がってきたのだ。この地、我らはハーラルの信仰に抗う最後の王国だった。抵抗していれば皆命を落としただろう。断言はできないだろう。反撃することもできた。確かに反撃はできた。自尊心を保つというそれだけの理由で無数の死者が出る。真実を知ることはできない。あんたが挑むことを恐れたからだ。シグルドを頼むぞ、エイボル。できることなら暗闇の淵からあの子を救い出してやってくれ。そんなことは分かってる。言われなくとも達者でな。誇りを持って王に仕えるといい。あら、全然いい再会じゃなかったね。気の滅入る用事は終わった。生成したよ。これで彼方に向けて出航できる。俺の真の目的、俺の運命、俺の道の果てを目指して。この世界ならどこまでも兄上についていく。だがさらに遠くを目指すなら考え直すかもな。そうはならんだろう。俺が見せる光景にきっと度肝を抜かれるぞ。なんだ、気になるな、シグルド。まだ父上が気にかかるか。全く違う。ただ幻視した光景を思い返してたんだ。まるで昨日の記憶のように生々しかった。幻視について教えてくれ。苦痛が思考を曇らせただけだ。兄を信じてここまで来た。幻視についてとりあえず教えて。説明してくれ、その幻視を。最初に見たのは氷に埋まった巨大な扉だ。ホルダフィル家の遥か北にある。門の上にはサーガストーンが埋まってた。原子はさらに強まり、扉が開いて多くのものが見えた。生命の木、ユグドラシル、バルハラの黄金の平原、そして神々の顔。彼らは俺を友や兄弟、あるいは戦士と呼んだ。俺は歓迎されてると感じた。温かい愛に包まれて。実はな、兄上だけじゃないんだ。俺も原始を経験した。お前も？何を伝えられた？そうだな、オーディンに影の中へと導かれた。血だまりから荒々しい運命を紡ぐ者たちもいた。巨大な獣フェンリルが見えた。世界樹の枝が見え、そしてある男が。続けろ。バルカに裏切りがあると警告された。どんな形でかはわからない。そうか。わかるよな。俺は誓いを守る人間だ。裏切りなど考えたこともない。もちろんだ。お前は石の柱のように揺るがない。行こう。俺の運命が待ってる。はい、ということで行きましょうか。最北のフィヨルドに、到達することが目標だそうです。では行きましょうか。方角的には2キロか。岸沿いに進みつつクエストモードに向かっていきましょうか。エーギルの娘たちが祝福してるな。確かに何も。あら、エルフ。遠くへ聞きたいから。ペットとのいざこざは結局どこまで追い詰めたんだ。奴が降伏することなんてあるのか。グスルムの軍がウェセックス中で奴を追ってる。運が良ければ海に追い落とすだろう。地上の問題が不思議と遠いものに思える。だが得たものは多い。これからもさらに得るだろう。
キリスト教徒は手強い。やつらは斧を持つ男を仰ぐ。誰よりも高みにいるただ一人の男。強い力の源だ。こっちは皆が斧を持ってる。好きに振るうさ。あのフルケとかいう女、痛い目に遭わされたのは確かだが、面白いものを見せてくれた。あまりに奇妙で素晴らしい。やつの裏切りに感謝してしまいそうだ。兄上には酷な真似をしたがな。だが、撃たれ、傷つけられ、腕を失ったことによって、俺の原始は力を増した。前向きなのは結構だがな。奴の狂気は尋常じゃなかったぞ。行かれた奴からだって知恵は得られる。キリストは変人だが、今や文明世界の半分に愛されてるだろう。昔、酒場のテーブルに未来の計画を掘ったよな。誰も信じなかった。父上もだ。シグルドらしくなってきたな。イングランドに戻って、最初の目的を果たさないか。それはもう忘れろ。未来はこの先にある。莫大な富が待ってるぞ。ついていくよ、兄上。最後まで。はい、ということで、この先に莫大な富が待っているらしいが、まあ、シグルドの言う富が金銀財宝っていうわけじゃなさそうだから、サーガストーンが眠ってるとかなんとか言ってたんで、何があるんだろうね。非常に気になるところだね。さあ、目的地に向かっていってるところですが、シネマモードを一旦終了しようか。よいしょ。あとどれぐらいの距離がある ?800 メーターか。最北のフィールドに到達することが目標でございますが、非常に。フムが行く手を阻んでる。進路そのまま進め。ここははっきりとわかる。アラを切り裂く剣のごとく、我らはこの冬を突っ切っていくぞ。心配するな。フィールドで力尽きたりしたら戦士団の名折れだな。へえ、違いない。へえ、違いない。すごい声だな、この人。ね、相変わらずね、こんな声なかなか出せないよね。はぁ、違いない。いや、声優さんってすごいな。いろんなタイプの人の声がいるからさ、まあ、それによって今できるキャラクターって限られてくるんだと思うけど。もう戦うんだ。そうだ。そう、この場所を知ってる。エイボル、先へ進むぞ。他の者たちはここで待機する。まだ砲を上げることはできない。よいしょ。シグルドに追従しましょうか。何をみたいな、この男は。思わせぶりなこと言っといて大したもんじゃなかったらね、笑っちゃうぞ、シグルド。めっちゃ寒そうにしてるじゃん。ついてこい。雪の王国に入るぞ。シグルド、これが収まるまで待てないのか。ああ、肌を刺す氷の痛み。楽しめ、エイボル。神々の足跡を辿ってるんだ。行く先は、さらなる氷河と雪原か。栄光だ。嵐が静まるまで待てないのか。船にいれば酒と食い物で暖を取れるのに。ダメだ。日差しに向き合い神々を称えねば。神々は俺たちを見つけたりしない。俺たちが見つけるんだ。目玉に雪を止めて骨の髄まで凍りついてるなんて情けない。エイボル、寒さを恐れるな。俺たちの行く先は雪も風も及ばない場所だ。うん、でその行き先をね、ちゃんと教えてほしいな。分かったような感じで言っといて全然違ったらどうすんのよ、シグルドさんよ。ひどい寒さだ。まるでニブルヘイムの風だな。このまま進め。もうそろそろだ。もうそろそろなの。あの谷というか、この崖を越えた先かな。ほい。たどり着かないね。結構ね、今遅い時間に収録してるから眠気が。岩の形に覚えがある。そうだ、あと一息だ。指が氷みたいだ。そう願おう。こんなところで凍傷になって異形落とすとかなったらしたらもうシャレにならんぞ。
シグルドさんはね、それでいいかもしれないけど、エーボルはね、全然そんな気ないんだからさ。そんな狂気に。あった、凍った湖だ。間違いない、先に洞窟があるんだ。一体どこに連れて行く気だ。大丈夫、すぐに分かる。もう後戻りはできないな。あった、洞窟だ。聖なる門が隠れてるぞ。おっと、原子が、原子じゃなくなってしまったな。ゴインヘリル、リアルさを出してきてるな、原子が。エイボルはちょっと暖を取ろう。タイマスで氷は脆そうだな。片付けられるか。おお、壊れた。さて、シグルドが走っていってるから追いかけていきましょう。胸が躍る。ようやくだ。まずはこの扉、見たことあるか。あの上の空間、あそこにサーガストーンがあったのか。そうだ、遥か昔にな。下がってろ。ザ・ホイ・ナクワット・ウンズ・メンブル・トゥルワン・ディク・ワールデ・ウン・ソラス・プラス・フノカ・ディデ・ウンズ・ム・フハス・レイズ・デ・ライ・フハス・ザ・ホンシ。どうやった？どこでその言葉を覚えた？言っただろう、エイボル。俺の原始はかつて生きた人生の記憶だ。行くぞ。なんだこの場所は。これはオデッセイにも出てきたあれかな、あの場所かな。オデッセイの時はあれだったね。なんて表現されてたかな。とりあえず遺跡の中にあったよね、オデッセイの時もね。そこでさ、槍を強化するためにオデッセイは戻らなきゃいけなかったんだよね、その遺跡のところにね。誰の槍だったっけな。こっちだ、この床が導いてくれる。一人で、スパルタ軍で戦闘した王様でしたよね。誰だったっけな。ホエアシン。シグルド、言葉がない。何から何まで奇妙だ。ここは古の聖地だ。恐れることはない。この先は戦死者の館と黄金の平原がある。バルハラだ。この床はドワーフが作ったものか。精緻な作りであることは確かだ。グンナルにもこれ以上のものは作れないだろうな。それにここはあまりに深い。魔法で満ちてる。ドワーフが器用っていうのはいろいろなゲームで出てくる設定だよね。テイルズ・オブ・シンフォニアにも出てきたし、スカイリムもそうじゃなかったかな。さて、やってまいりましたぞ。太古の樹木、生命の木だ。これは一体。あの誇り高き姿を見ろ。あのまばゆい輝きを。全ての命がここに集ってる。詩人ならこの光景に涙するだろう。これはほんの序の口だ。万物の父に誓って、これからもっと素晴らしいものが待ち受けてるぞ。俺には見えるオーディンの偉大な館が。さあ、シグルドに注入していきましょう。お前も感じないか、神聖な力を。これほど壮大なのは見たことない。我らが聖地だ。俺たちを迎え入れてくれるだろう。その目でよく見ろ。どうやって知ったんだ。原始が全てを教えてくれたのか。知り得たことは他にもある。いや、すごいところについちゃったね。わあ、テイルズの最後のダンジョンみたい。大体こんな感じのダンジョンだよね。見てみろ、この金属の球体によって
古の聖地に明かりが灯る。そしてこの輝く腕、木の枝によって俺たちは神々の隠れ家に入れる。いざバルハラへ。準備はいいか？ここは危険だ。次はどうなる？この先には何がある？一体どこに導かれるんだ？その中心部に立て、答えはおのずとわかる。やっぱこのスカイリムとの既視感が半端ないな。どっかで見たなって思ったやつのスカイリムをやったからだろうね。ダッシュできない。中央の足場に。え？シグルド。与えし者よ、我は来た。ゲームオーバーか、これで。これはやばい。ちょっとなんか広角機動隊 みたいな要素を感じるね。眠気がめっちゃやばい。ほんと今結構深夜だから。やばいっすよ。眠いっす。でも頑張るっす。夢だったって夢落ちか？全部夢だったの。その最悪のパターンだからね。ドラえもんの最終回が、のび太くんの夢落ちだったっていうね、ね、説ありますよね。植物人間だったのび太くんの夢落ちだった説。ここは何だ？自室だよね、これね。エイボーのね。いろんな人が待ってるぞ、向こうで。なんだ？あ、これ子供の時の。よく来たな。よく来た、ドレングル。ハービーが我らのために戻ってきた。ドレングル。出なきゃこんな。生まれ変わりってことか。ハービー。お使いできて光栄だ、ハービー。もう一杯注いで私の唇を潤して。酒で力を。戦いで栄光。ハービーの生まれ変わりなのか、エイボルは。エイボル、トゥールから聞いていたわ。いらっしゃい。あんた、スバラか？バルカの母親の。鋭い目ね、狼傷。ようやくだな、エイボル。さあ、フレイヤと喜びの杯を交わせ、勝利の歌を歌おう。腕が戻ってる。シグルド、何なんだ？腕が元に戻ってる。それに、力もみなぎって。これが永遠だ、エイボル。偉大なる英雄の館で祝宴を開こう。ようやくこの時が訪れた。歓喜の叫びを。これは何もかもが美しい。兄上が見たものは現実だったのか。テュールよ、戦いの角笛を。戦場へ我らと共に。テュールって確かチューズデーの元になってたよね。エイボル、戦いを楽しんで、せっかくここに来たのだから。え、今から戦いに行くの？え、これがもしかしてラスボス戦？うわ、何これ、何これ。さて、戦いを楽しんでと言われましたが、え、弱いよ、すっごい。え、めっちゃ弱いんだけど。なんだよ、全部倒さなきゃいけない、これ。無双じゃん、完全に。無双より無双だわ。はい、はい、とんでもないな。味方も敵も構わずやれるのか、これ。まずい、味方も敵もやれるぞ、これ。ほい、どこ？ノース人同士戦ってるしね。することはない、エイボル。俺と戦え。
だどこにいるのさ、シグルド。あ、そっか。よし。俺と戦え。はい、じゃあ戦おうか。ここは信じられないような場所だ。虫けらの相手はもういいだろう。俺と勝負しろ。こういうのは初めてだな。手を抜くなよ。ここでは恐れることなど何もないからな。はい、じゃあシグルトの兄ちゃんと戦いましょうか。アルファラの永遠の血を流せ。何故、終わりなき闘争の始まりだ。で、踏みつぶしてやる。日が暮れる前に俺の刃を味わわせてやる。弱いじゃん、シグルト。弱っ。マニウェ、案ずるな、エイボル。ここでは傷は増えない。増えるのは戦いの知恵だけだ。今日はここまでだ。いや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 、腕吹っ飛んでるやん。どないな、どないしたっちゅうねん。これ毎日戦いに明け暮れるの？もうちょっとゆっくりさせてよ。何が起きた？もっとうまい飯とかさ、酒とか持ってこいよ。シチリーク肉輪を楽しもうぜ。それがバルハラじゃないのか。アイバーたちもいるんじゃないか。さあ、タイムリープしてる感じで、繰り返し繰り返し同じ出来事がずっと起こるという感じっぽいな。お使いできて光栄だ、ハービー。完全にあれ役中だね、これね。もう一杯注いで私の唇を潤して。さあ、シグルド。シグルド、腕がまた戻ったな。俺の腕は決して失われない。ここにあるものは全てありし日のまま変わることのない戦士たちの勇気と名声だけだ。ここでは皆不死身なのか。それを一緒に探るとしよう。別の日か。じゃあまた戦争に行けと。いやー、またシグルグルトと戦うのかもしれないけどさ。俺を大抵みんな味方だから戦ってる意味ないんだよな。シグルトだけをね、探しに行きましょう。今回は何人か倒さないといけないっぽいな。でもほいほい、さてここら辺にシグルトが前回いたんですが、こいつは何だ。あ、シグルトはここにいる。今回は骨がむき出しだ。また腕を失ったな。なに、また戻ってくる。父上か。おお、エイボルのお父さん。やっぱりここはバルハラなのか。ここは3日目何なんだこの精神世界は。父上のはずがない。ムービーというかこのイベントが、セーブはできるのか。これできるっぽいな。もうちょっとだけやろっか。ここを抜け出すまでやりたいな。ハービーが我らのために戻ってきた。ハービーって誰だよ。だからスコール、スコール。格杯を取って戦いを祝いましょう。親愛なる戦と歌の詩人よ、この狂乱をどう感じてる。これはそうだな、凄まじい。愛を掲げて、エイボル。どうしたの。この館で父上を、バリンを見たから。いいえ、いるべき人。いや、臆病者として死んだからな。だがこの目で見たのは確かだ。ここで心配事は不要だ。
人探しは後にしよう。俺たちは喜びを勝ち取り、旅は終わったんだ。さて、じゃあまたまっすぐ。いるんだろ、父上。どこだ。姿を見せろ。我らに勝利を。さあ、父上を探しましょうか。お伝えできて光栄だ、ハービー。偉大な戦士たちよ。バリンはどこだ。何？バリン、父だ。昨日は過ぎ去り、明日は永遠に来ない。さて、父上はどこにいるんだ。あれじゃないか。父上。ん？あ、逃げていった。追うか。エイボルの親父さんもね、一番最初にねえ、キュートピーとかやつにね、殺されちゃったよね。なんかお前の命と生き返りに助けてやるとかいう、そういうあれで騙されてね。よいしょ。くそ、父上どこだ。またシグド映像で失って、父上はどこだ。また喋るか、シグドと。今度腕を切り落とされたら、それを武器に殴り殺してやる。そろそろ疲れたんじゃないか。まさか。俺はり父上か。待て、父上。あーっと、エイボルが。えぐ。戻ってこいよ、メンタマ。頼むぜ。よかったよかった。ケチ者もさ、あの隠れし者もさ、全然出てこないしさ、そういう物語じゃないってことか。ケチ者はもう全然関係ないのかな、今回。ね、関係なさそうよね。客人だ。入っていいか聞け。くだらんこと言うな。尋ね人を連れてきたぞ。見ろ。エイボル、会いたかった。立派な戦士になったもんだ。俺は心から誇らしいぞ。どんな手を使ってここに来た。あの偉大な戦いを覚えてるか。共に戦ったあの時を。母さんもシグルドも仲間たちも皆が共に戦った。戦ったのは父上以外の全員だ。あんたは臆病者として死んだ。エイボル、もっと楽しめ。実の父親との再会だろう。お前は愛を失ったのか。父上じゃない、嘘をついたな。嘘じゃない、あれは俺からの贈り物だ。ここでの俺は全能、全て思うがままだ。お前は父親に会いたがってたろ。俺には朝飯前だ。オーディンの掟に習えば、父上はここに来る資格がないはずだ。あんな姿見たくもない。お前の父親が死んだのは、お前を救おうとしたからだ。ただお前と民を守ろうとした。いや、あいつは。ここは旅の終着点だ、エイボル。バルハラであり、終わりなき黄金の平原。さあ来い、戦いが呼んでるぞ。さあ、戦いが呼んでるぞ。いやー、なぜこんなことが起こる。何度目のあれでしょうね。4度目ぐらいだよね。誰かいるね、向こうにね。あれはシグルトなのかバリンなのか。
チグルドだね、この肩の感じね。あ、違う。戦死者たちはどうやってここに？バルキリーだけがそれを知っているわ。いや、そんなはずないだろう。ここは全てがおかしい。落ち着いて、エイボル。ほら、仲間がいる。一緒にいたいと願う人たちがそばにいるのよ。違う、現実じゃない。あら、まやかしの地だ。消えていく、消えていく。ランビーもいたね。バルカの母ちゃんも消えるのか。この地はあなたが望む姿になるの。こんなもの望んでなどいない。では虚しい死に甘んじるというの。ここで覚える優越は幻想だ。つわりの歌を歌うくらいならカラスのように鳴く方がマシだ。幻想だから。ここに死はないわ。苦しみも喪失も彼の血のような裏切りもない。あんたはこの偽りの生を望むのか。私は老いた女。体は使い物にならず、残された人生はほんのわずか。だから愛しいバルカに別れを告げ、ここへ来ることを選んだの。あんたには元気でいてほしい。だが俺はここにはいられない。シグルドを見つけないと。はい、ここにはいられない。シグルドを見つけないとということで、シグルドを探しに行きましょうか。まあこれはエイボルにとっての現実ではないと。まあ誰にとっても現実ではないよね。ただまあ望んでるものはちょっと手に入ってる感じはあるけどね、世界的にはね。いや、戦と、そして親と。どこだ、してくるぞ。はい、よいしょ。あ、いたいたいた。また腕をやられてんのか。意味わかんないんだけど、これ腕が忌々しい。いつもこの腕が。シグルド、これは幻想だ。まやかしに過ぎない。ここを出て一緒にイングランドに帰ろう。皆が待ってる。ダメだ、俺はあそこでは無力だ。ここなら強く有能なる神でいられる。永遠に生きることもできるんだ。わかるだろう、ここにいる限り死ぬこともない。あら、家畜にも家族にも兄上にも死は訪れる。決して死なないものがあるとすれば、それは名声だ。名声はここでは得られない。だが元の世界でならやれることがある。来る日も来る日も空虚な戦いと空虚な勝利に明け暮れる。そして水の味と草の香りがする血を流す。兄上は本物の戦いと栄光を知ってるだろう。ここにはそれがない。もうとっくに気づいてるはずだ。兄上、ここを去る時だ。この命尽きるまでお前についていくのが俺の運命か。分かった、行こう。ダメだ、とどまれ。ここを去ることは許さん。なんだよこれ、無限ループか。ヒゲが生えてる。ヒゲ剃って綺麗にしてたのに、エイボール。なぜ去る。決死の覚悟でたどり着いた栄光の地であろう。
共に来い。肩を並べられるとは光栄だな。お前の名声は戦士たちが永遠に歌い続ける歌だ。これはオーディンで対決して終わりか。最後はお前は狼傷、死の淵に立たされながらも戦い生き残ってきた。お前は戦という濡れ灰色のワインでイングランド全土を赤く染めた、なんだ、全部改装してくれるのか、今までのエイボルの戦いを。お前は王たちを殺し、思いのまま新たな王を据えた。誰にも頭を下げず。お前は義兄がよろめいた場所に毅然と立ち、力を貸すことを厭わなかった。何なんだ、何が言いたいんだ。お前は短い人生の間に多くの強大な敵を倒した。そしてお前はここにたどり着いたのだ。この地にとどまれ。嫌なこった。邪魔するな、皆の元へ戻る。お前には望むものをすべて与えた。お前が求めるものすべてを与えた。自分の力で手に入れたんだ。だが導きなくしてお前は道を切り開けなかった。お前は目障りなハエに過ぎない。我を拒むなど許さん。信じるものが目の前にあるというのに、そのすべてを疑うのか。お前は神々すらも疑う気か。うわ、彼と戦え。お前はもっと強大だ。お前が作ったこの館はただの夢だ。ただの夢だ。この世界では夢こそが現実だ。うしょ、こうしたものを美形の念を芽生えさせる。うしょ、栄光へと導く。すべてが夢なのだ。浮いた。もう夢などいらん。いて。早く。浮いた、浮いた、浮いた、浮いた。回復。これ長押し回復もしかして。おい。いや、死ぬ。回復させて。いや、我が者が目を背けるな。よいしょ、回復。回復。こんだけしか回復しない。危ねえ。スタミナマックスなんて回復できないのか、これ。来いよ。よいしょ。くっそ、どうなってんだこいつ。くっそ、久々の死にゲーみたいな感じじゃねえか。回復。もう一回。あ、もう回復できない？どこ行った？あ、佇んでるぞあいつ。くそ、当たんない攻撃は。回復できないんだよね全然。よいしょ。うわ、回復。やべ、死ぬ。回復。
全然回復しねえし。照準がロックオンできた。ほっ、痛い。うん、回復。よいしょ。なんだよこれ。無理じゃんこんなの。エイボル、立て。負け戦じゃん。いて。ほっ、ほっ、くそ、大振り絶対当たんないなこれ。まあワンパターンだからさ。くそ、痛い。くそ、斜め前に避けるのがいいなこれ。クソ、どうなってんだこれ。必殺技が使えないのが痛いな。やっぱ手薬中なのに。え、ダメージ当たってるこれ。よいしょ、頼むよエイボル。クソ、ルーンの攻撃だけかかわせるのはこの時だね、当たるの。これ以外の攻撃の時当たんないよ攻撃が基本は。いて、来いよ。おっしゃ、くそ。あ、てかそっちに道あるじゃん。戦う必要ないじゃんこいつと。なんだよ。俺はインヘリアルを率いる者だ。指揮のもと戦え。戦う必要あんのやっぱり。あ、これ弾きが使えるのか。弾きで戦った方がいいなこれ。よいしょ、よいしょ。くそ、よいしょ、よいしょ。通常攻撃は弾きでいこう。うわなんだよこれ。こっちよ、オーディに斧を操られてる。くそ、どういうことや、斧を操られてるって。くそ、これ斧以外の装備にならないのか。ん、めっちゃ攻撃力高かったぞ。あ、68か。左手、ただあれか、左のアタックしてるだけだったのこれ。くそ、そう、全然倒せる気配がないんだが。何やってんだこれは。
痛い。うわあ。くそ。何発当てなきゃいけないんだこれ。逃げよう。他に入り口があるんじゃないか、もう一個ぐらい。次は誰かいるぞ。お、くっそ。回復回復。何回か死ななきゃいけないパターンかなこれ。うわ、これ軍なる、これ負け戦か。くっそ。絶対倒せないじゃんこいつ。こいつ入んないもんだって。一発だけで当たるの。よいしょ。何をやってるんだこれは。全くわからない。もうバリファラの評価がどん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 だだ下がりしていってんだこれ。よくわからんイベント入れるんじゃないよ本当に。左手でパリみたいなのやった方が良さそうだなこれ。くそ。どこだ。うわくそ。うわ、運命からは逃げられんぞ。だから斧捨てろよ。斧捨てりゃいいじゃないか。斧捨てるか、インベントリで。それでいいんじゃないか。外す。これいいんじゃない。何をやっている。斧を取れ。真の戦士らしく斧を振り回し戦え。うるさい。斧に操られてんだ。斧さえ取りゃお前なんか怖くないぞ。前の今に斧を取れ。うるさい。そういうことだったのか。これはきついな。イベントのフラグわけわかんねえ。卑しい者がいる。戻って戦え、哀れな奴隷よ。まあこの神話の神様っていろいろさあれするからね、理不尽なこともするからね。これちょっとエンディングっぽいあれだな、画像だな。これ父ちゃんと母ちゃんじゃん、ね、亡くなったね、エイボールの。殺されば何も残らん。お前に知恵を授ける。栄光も力も他に何を望む。それ以外。栄光も力も全てもらったけど、それ以外も望むなんてさ、全部じゃん。よーし、ようやく達成できたね。よくわかんないイベント。わけわからんかったよ。シグルド、兄上。斧捨てるのがフラグだったのかよ。
あのまま戦い続けてたらどうなってたんだろう。シグルド。ああ、つられし者が目覚めたか。再び地面に降り立った。バシム、てめえ。気をつけろ。バシム、どういうことだ。こっちに来るんだ、エイボル。その姿をもっとよく見せろ。兄上を離せ、バシム。あまりにも長く太陽を見つめていたせいで真実が見えなくなっていた。君だった。私がずっと求めていたのは君だったのだ。後をつけてきたのか。まるで茂みに潜む狡猾な狐だな。君は私の運命を奪ったのだ、狼傷。私の希望を打ち砕いた。聞くな、エイボル。こいつはどうかしてる。来い、エイボル。肩力で死にかけのカラスの王子を助けに来るがいい。怪我は、俺は大丈夫だ。やれ、奴と蹴りをつけるんだ。鎧に入手、鎧を引き揃えたければ詳細を確認してよ。意味わかんねえし。受けた苦しみを千倍にして返してやろう。どういうことだ。息子だ、エイボル。私の息子のことだ。言ってる意味がわからんぞ。うわ。で、意味がわからん、バシム。何言ってんのこいつ。お前のしたことを絶対に許しはしない。忘れたか。弟子も戦も共にした。記憶だ、記憶の源泉を掘り起こしてみろ。意味わかんねえし、バシムさんよ、あんた。ちょっと遠距離攻撃使うか。うわぁ、脇を離してみよう。姿を現せ。お前とは戦いたくない。ただバシも意味がわからんぞこいつ。うわぁ、なんだよその技。くっそ。うわうわ、なんだよお前、どこにいるバシム。くそ。うわ、くそ、バシムの野郎、ふざけやがって。ここにいたら攻撃して、これ前バシム。さあ来いよバシム。無理だろ、柱の下にいるんだもん。だって安全地帯なんだよバシム、ここが。くそ、攻撃してこいよバシム。おっしゃ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、柱の下に隠れるか。ふう、さあ場所も上に登ったか。またあだ名に回復した、ラッキー。これで終わりだバシム。よいしょ。またなんかフラグあんのか。対面って書いてあるけど、決着をつけろって言われてもな、負けなきゃいけないのかなこれ。お前の首を見せろ、さあ。そうか、なるほど、その髪傷に隠されていたというわけか。なんだよこいつ。さあパーティー。最初から最後まで怪しいやつだと思ってたけどよ。息子の苦痛を無駄にはしない。並べ立てて、酔っ払いだ。穏やかに死ねると思うな。お前が故郷や仲間たちと再びまみえることはない。叫んねえバシム。これもかわすか。
よいしょ。どうしても戦うというならやむを得ん。かわしてくんな、こいつ。これがお前の望みか。望みはお前の苦しみだ。なんだよ、こいつ。人生でかわし方をね、勉強したんだよ、私は。終わりだ。砕けた骨と血が詰まった肉袋にしてやる。こっちのセリフだ、それは。そうすれば、我が心も晴れよう。人生で戦闘方法、スタイルを学んだんだよ。来いよ、わしめ。戦いに余興を加えよ。シグルドもきっと退屈している頃だ。なんでこいつ逃げんじゃねえよ。逃げるな。出てきて戦え。おい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 、こいつなんだよ。あ、食べりゃよかった。食べよう。どこだバシム。向こうか。油断するなシグルド。よいしょ。よし。くっそ、まさかこんな展開になるとは。しかも鎧一式を揃えたかったら、どうちょらこうちゃとか書いてあったけど、どういうこっちゃ。ここでなんか最後の鎧かなんか手に入んのか。あ、どうだ上か。どこだバシム。シグルド注意しろ、奴がそっちに行った。よし。うわ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 。え、待って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 。あ、たどり着いた。誓いを破りし者、お前はここで死ね。本当に残念だ、正義の担い手よ。お前はいつも優しかったが、味方する相手を間違ったのだ。お前の獲物はここだ、アシム。来い。来たか。いいだろう。こいつ、なんなんこいつ。死ぬのが嫌なのか。俺、お前に殺されるつもりはない。ないね、本当ないね。お前は死ぬまでここにいろ。瓦礫に実る腐った果実のように。お前は一度死んだ、もう一度死ね。よいしょ。お前しびれて弱すぎるぞマシュマ。過去をそこで暴け。いやー、やめて。すぐだ、これを止めろ。明かりを消すんだ。アサシンクリードの主人公になれるか。それで勘弁してくれ。アシムはいつから裏切りを計画してたんだ。考えたくもない。もううんざりだ。冷酷な裏切り者の群れに一生追い回されるのが俺の運命なのか。こんなことが一体いつまで続く。何か言いたいことがあるなら言ってくれ。少し休ませてくれ。座って考える時間が欲しい。いやだからさ、バシム、答えを教えてくれよ。怒りに囚われてた。あの怒りはどこかで見たことがあるような気がする。なんでエーボルが狙われたんだよ。ただ怒り狂ってただけだろう。理由はない、意味だってない。深く考えるな。エーボル、信じてくれ。
俺が見たり感じたりしてるものは全て真実なんだ。分かってる。かつてないほど信じてるさ。兄上の言葉はいつも真実だった。家のことを考えよう。長い旅路になりそうだ。体もボロボロだしな。家か。エイボル、この旅では考える時間がたっぷりあった。俺たちの関係がもたらす喜びと苦悩について。俺はもう以前の俺には戻れない。市長の座を退こう。これからはお前が皆を導いてくれ。本気なのか。ダグがお前に決闘を挑んだ時、お前はあいつに名誉ある死を選ばせた。あいつが悪いにもかかわらず、奴なりの考えがあった。それを尊重したまでだ。オクセンフォードシャーでのことを思い出す。サーガストーンを探してた時のことだ。お前は俺に反対したが、結局は従ってくれた。お前は俺のやり方や目的に異を唱えることはあっても背くことはなかった。今もよく覚えてる。ノルウェーからイングランドまでのお前の働きは、俺の怒りを抑え未来へと意識を向けさせてくれた。試練の時だったな。俺が不在の時も、混乱の霧に包まれてた時も、お前は立派だった。その素晴らしき知恵と力と統率力を発揮してくれた。お前が行く場所へ、どこへなりとついていこう、エイボル。我らが民を率いるのはお前だ。ありがとう、兄上。決して失望はさせない。難しい顔してるな。何年も前の話だ。イングランドに出る前、原始を見た。それは裏切りを予言してた。俺が兄上を裏切るとな。信じたくなかった。ありえない。そう自分に言い聞かせてきたんだ。だがあれから時が経って、兄上から夢を奪い取ってる。イングランドもバルハラもだ。もし兄上が裏切られたと感じてるなら、償いをしたい。折られた運命の糸をほどくことはできない。生まれたその日から全ては定まってた。運命に腹を立てることは海に歯向かうようなものだぞ。無意味な戦いだ。ボロボロの2羽のカラスが、なんとも壮大なサーガを書き上げたもんだ。きっと語り継がれるだろう。さあ、義兄の森人クエスト完了。いや、これ全然意味が分かんなかった。マジで、なんでバシムを襲ってきたの？なんか間違えた？これ絶対襲ってくる？あ、現代編に戻るのか、ここで。じゃあここで今回終了にしよっかな。ちょっと体調も悪いしね。うん、いや、意味わかんなかったね、本当にね。うん。今から戻る。落ち着いて、レイラ。私のフィード見てた？あれは何だったの？多分あれが僕たちの解決策だ。考えてることは一緒？ What？ デズモンド。デズモンド？なんで？ Why？ Why デズモンド？バーテンダーだった彼は僕らの仲間になった。いいやつとは言えなかった。でも自分の使命を知ったんだ。言うなれば彼は得意点とか消失点と呼べる存在だった。まるであらゆる人類の歴史が彼のもとに収束していたかのような。2012年のことよ。太陽フレアの影響で地球上の生命は滅亡しかけた。覚えてる。当時はアブスター号にいた。解決策を知ったデズモンドが地球を救った。What？ アブスター号は自分たちが人工衛星で阻止したと言ってたけど。デタラメね。デズモンドよ。彼が世界を救うスイッチを入れた。そしてそのスイッチはオンのまま今も磁場を生み続けてる。それが日に日に強まってるんだ。エイボルが見つけた神殿、あれが磁場の発生源ね。その通り。
そして8年間稼働し続けてどんどん強まってる。今に熱も放射線も危険レベルに達するだろう。大丈夫、私たちでシャットダウンできる。いやいや、スローダウンじゃないと。地球を守る役目もあるんだ。どうなの？あらゆることが意味を持ち始めた。成し遂げたこと、学んだこと、その全てに導かれ、今この瞬間ここにいる。杖が必要だ。あの力に守ってもらわないと最初のゲートすら通過できない。ええ、分かってる。大丈夫、覚悟はできてる。それじゃ、バンに荷物を詰めておく。船に連絡するわ。明日の夜にはボストン港ね。ありがとう。そしたら今回ここで終了しよっか。ちょっとよくわかんないストーリーになってきたけど、じゃあ今回ここで終了したいと思います。ちゃんとセーブできるよね、ここでね。できなかったらちょっと終われないんだけど。あ、できそうだね。よし。ということで今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ということで、にわかにですね、ちょっと終盤に差し掛かってきた感が出ておりますね。うん。ということで、Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。